ツ。何シャツそれ？これは救急車。そう。ファイヤー。めっちゃ可愛い。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 これじゃネイパームです。ネイパーム。いや。はじめまして。どうも。どうもよろしくお願いします。君はマーティホロベイ。うん違う、西田。西田修太。西田マーティです。西田マーティさん。西田マーティ。よろしく。よろしくお願いします。緊急放送。ベアナイト前に来ていただきました。帰ってきた西田修太。はい、私です。そして岡田拓郎くんです。ちゃお。西田その T シャツすごいかっこいい。何それ。どこれ。うんとね、これはね、何それ。作ったの、作ったの。え、誰が誰が。うん、俺たちで作ったの。マジ。うん、なんて T シャツ。何これは。何写ってんの。ムードと俺たちが3人と思ってるムードと、ムードって、うん、あ、そのムードこれじゃ。あ、マジだ。これか。これだ。あ、これや。ここに、あ、ちょっとケーブルがちょっと届かない。そこにもあるやん。ズームした。あれ、あ、あ、ヘリにあるし、ブルーパーはない。ブルーパー落ちそうだよ。これ、君のやな。これがプリントされてんの。そうだよ。それ買えんの。これはなんともう受注を終了しましたが、あら、今度三船くんと岡田にあげるね。あ、本当？やった。やった。来て。またさ、え、西田のエフェクターを俺ら着るの？まあ、俺のエフェクターと思わずにさ、ブルーパーとムードだと思って来て。確かに。あとあるじゃん、ほら。うん、まあそう、ね。こっちバージョンもじゃあ作る。いや、前回の放送からね、うん、僕も学んで、うん、なんかこう導入したんですよ。あ、増えましたっていう。そうなんです。俺との差別化のためにステッカーが貼ってある。西田くんと被らないように。確かに、俺なんかステッカー手塚さんのユニコが同じ色だから貼ってる。手塚ユニコ貼ったん。かわいい。かわいいでしょ。かわいい。俺はこれが欲しい。あ、ジェネロス。ジェネロス欲しい。ロスジェネ。ロスジェネ欲しい。これいいよ。これも欲しい。それな。これも欲しいし、これも欲しい。結構欲しいの多いんだよね、ユニコの足元ね。いや、前回大反響で。本当ですか。あのこの間レコーディングで北海道に行ってたんですけど、はい、あのウィザード TV が好きで、あのレコーディング一緒に来るあのロットのプランに来てくれたりとかして。マジですか。見てます。すごい、ね、ありがたいね。高知から来てくれ。やばいね。四国は。四国から行くの大変だからね、北海道なかなか。めっちゃありがたかった。すげえ楽しかった。筋金だ。岡田君と西田いなくてごめんねって言っといた。いや、監督の撮影お会いできる。気持ちはね、気持ちは。前回あのファズと、はい、なんだっけ、なんかあのカシャカシャ、あの泡立て器をやって、ファズと泡立て器をフィーチャーした。あれがもう代表好評で、あ、面白かったから ね、まあ、そのご縁もあって今回ベアナイトに西田君も出てもらい、ありがとうございます、ね、ライブとして初めてだよ。そう、一応、あ、そうだね、ロットのライブで一緒にステージに出るのは西田と俺ら初めてだね。そうだね、初めてだよ。どう、あれぶり、あれは一回やったもんね、あれで、あそこで、あれやったもんね。あれはやった。え、吉田のイベント。違う、あれ、三船くんと。あ、そう、あれはあれした、やったもんね。ハウルセッション。ハウル、語彙力。ハウルセッションやりました。あれはやったら配信だったからね。あ、そうだね。ライブとしてやらせてもらうのは初めてで、よろしくお願いします。よろしくお願いします、本当に。楽しみだね。楽しみだね。で、今回は、見せどころは。やっぱり、まあ、俺たちとしては、トリプルギターじゃないですか。トリプルギターだね。トリプルギターだよ。トリプルギター楽しいね。トリプルギターいないからね、しかも本当に。確かに。いないよね。対バンしたことないもん。本当に対バンしたことない。だってレディオヘッドとウィルコぐらい。確かに。とイーグルス。イーグルス。レナード好きなハド。そう、レナード好きな。確かに、そこしかいないわ。いないからね。オールマンズより多い。オールマンズより多いね。若干今なんかギターうるさいってすごい他のメンバーにも。いやいや、西池さんの人生の方がうるさいじゃないかな。戦ってほしいね、みんなで。ちょっとね、もうちょっと、そうだな、ちょっと俺たちだけどね。そうだね、ギターいつもうるさいって言われるけど、なんかね、なんか人が聞きやすい帯域なだけで、デシベルで分かると多分同じ。メーターで見てほしい。メーターで見るとね。ボリュームメーターで見てほしい時あるよね。そうそうそう、ね、不満が。俺らこれぐらい。これぐらい。不満がすごい。赤くならないところで抑えてるもん、ね。抑えてるもんね。メーターをね、うん。抑えていきたいね。抑えそうなんですよね。そうだね。でもトリプルギターはね、面白い。うんうんうん、面白いね。全然キャラは言うて違うけど、うん、でも一番いいのは、なんか俺も西田も岡田も、そのお互いの音を知ってるから、うん、突然
はいじゃあこの2人のギタリスト共演してくださいじゃないから、うんうん、なんかどんな音出るかアプローチしてるからすげえいいハーモニーがあるね。そうだね、それは本当になんか長い時間をかけないとなんか出ないなと思った。いや思った、長い時間かかりましたね。かけましたね、かけましたからね。本当に本当に一緒に名古屋行ったり、いや一緒にその説は名古屋行ったりね、一緒にイベント出たりね、あと一緒にノアに入ったりね。あ、ノア入ったりしたね。一緒にノア入ったりしたよ。ノア入ったりしたね、あれ楽しかったね。またやりたいな。ちなみにエモいこと一つ言っていい、うん、ちなみにこの今練習してるスタジオ、うん、このレンガとか皆さんロッドファンはちょっと分かるんじゃないか。何、小さな巨人って知ってます？おう、あのビデオって本当だ、どこで撮られてるか分かります？分かんないです。どこなんですか？ここなんですよ。ここなのよ。本当だ。だからなんか君らと出会ったぐらいの時だね、にここでレコーディングして、そのままレコーディングのまま深夜テンションでビデオ撮って、あ、ここで録音したんだ。そう、スリーパーズ、ここでドラムスニッマジで撮った。あれめちゃくちゃじゃあもうメモリアルじゃん。そうだよね、メモリアルプレイスで今日は練習中、最後の練習。対バンするロットバルトバルのどんなやつだって調べたらここでやってる映像で、そうそう、個人的にはみんなでここで練習してるの結構エモい。確かにそうだ、ね、すげえエモい。そんな感慨深い思いに吹ける暇もなくガチハード練習、ガチハード練習今してますね。どうですか練習は？楽しいし、やってもやっても終わんない。終わんない。でも昨日もやってたけど血肉になってる、うん、なってきたね。確実に良かった、うん、確かにそれは良かった。どんどんね良くなってるし、自由にもなってる ね、 そうだね、自由になってるな、うん、自由になってるな。西田は特に、いやいやいや、ね、えでも、いい意味で、いい意味であれだよっていう。もっとでも責任感があるプレイのさ、うん、バンドの中で結構西田が責任感あるプレイも多いじゃない、なんか、うん、やらなきゃいけなかった、うん、いや今回ロット自由でしょ。いや、それはね、思った。で、あとやっぱその、なんだろうな、自分がこうやってギタリストって言ってからでこういきなりバンって入ってきてみたいなことっていうのも結構珍しいからさ、買ってきてる形のものにって。確かに確かに、うん、なんかね、楽しいよ、すげえ。よかった、わいわい、よかったね。ね、楽しみ。西田君の次のエフェクターの聞きどころは、新兵器が増えてますけど、ね、その説明した方が、言った方がいいの、言わない方が、秘密にしとくかみたいな話あったよね。全然でもね、あれはね、分かりづらいっちゃ分かりづらいからな、これね。ああ、それなんか増えてんねん、これ。そう、 O と O で弾いてよ。え、 O と O で弾いて、 O と O、 あ、 O と O で弾こうか。めっちゃ面白い、めっちゃ面白いのがさ、これをさあ、ウィザール TV 収録してるのを今オールストリーミングでこっちのカメラで配信してるっていう壮大なネタバレが起きてる、ね、すごい起きてるね、すげえな。みんなごめんなさい、あのてかやばいね、危ないこと言ってないかった、大丈夫、確かに言わないでも、あれ今日なんか違うじゃん。そう、これね、それひょっとして、そう、ホウです。ロットの新曲に合わせてきたんですか？ホウです、そうです。これロットの新曲に合わせてきたんですか？ホウです。ほんとだ、ファイアーバード。なんでこれは鳳凰とビッグバードで使う可能性がある。ビッグバードで使う可能性がある。せいせいせい、ネタバレ。ただまあビッグバードはちょっとさっきやりづらかったからこれやらない。でもね、はい、じゃあこれ新アイテム。あ、これ何、これ、これはサードマン X かな、トリプルグラフ。あ、音、あれだね、ツーツートントン。そうです、なんとこちら年進のグラフ、あのジャック・ホワイトさんのシグネチャーモデルとなっております。あ、そうなんだ。サードマンのエフェクトだ。ご説明していいでしょうか？あ、どうぞどうぞ、聞きたい。サードマン、そっか、そのジャック、あれ、ジャック熱くてアホになっているジャック・ホワイト、ジャック・ホワイトの、そうそうそう、ジャック・ホワイトのレーベルもあれだろうね。そうなの、そうなの、エフェクターついに出したんだ。出したの、まあ、まずはオクターブアップできる。おで、しかもこれを和音でできると、綺麗だね、結構綺麗に出る、綺麗に出る。なんか俺今までこれワンミーでやってたのよ、はいはいはい、ワンミーだと初期型で、それが好きなんだけどビットクラッシュするから、ウギャンってね。で、これがかっこいいんだが、はいはいはい、ただそうじゃない時はこれ、すごい、頭いいね、すごい。で、まあこれでこっちはオクターブダウン、結構こっちよく使ってる。下ね。こっちだと下は結構クラッシュするよ。おーってなっちゃうんだよね。で、
スイッチ。あ、すげえ面白い。でもなんかツーツートントンなんだ。そうで、デザインがすげえ、まあ、あとなぜかこのキルスイッチを押すとオクターブ上だけでもさすがめっちゃ生きてんだ。そうで、こうやると下と上だけ出る。あ、そういうことね。生きてんだ。で、こうやると下も上も弦を出ると。で、まあだから俺はこれが、まあ上と下でコード弾くことが多いから欲しかったってのもあるし、だからもう Say no ロットバルトバロン、ベアナイト2、ベアナイト2、7月23日、来てね、来てね。